どうもこんにちは、クラフタです。私は今キャナルシティ福岡のガンダムベース福岡に来ております。今日は再販キットが発売されるらしいんですが、その中にどうしても欲しいキットがある。今日はそれを買いに来ました。再販日って初めて買いに来たんですけど、もうめちゃめちゃ並んでますね。優に100人は超えている。入店整理券もなんとかゲットできました。入場時間は10時半より。適当に時間を潰したいと思います。時間が来たので店内に待機します。さあ今日はどんなガンプラをゲットできるのか楽しみです。はい、というわけでお買い物終了しましたけど、予想以上に買いすぎてしまった。しかし再販ってすごいですね。まさに戦場です。というわけで帰ってまいりました。ゲットした商品がこちら、そしてこちらですね。完全に買いすぎましたね。じゃあ早速ゲットした商品を紹介していきたいと思います。まずはこれですね。これが何なのかと言いますと、はい、これです。ミスターホビーの塗料ですね。ほとんどグレーで笑った。反光沢のダークシーグレーに軍艦色1、そして軍艦色2、最後に MS パープルが1個。まあこれ1個しかなかったんですよね。まあなんでこんなにグレーばっかり買ってるかと言いますと、今塗装してるキットがこれなんですけど、すごいパーツ量でしょ。そしてこれですからね。まあパーツを見てわかる通り、ハイグレードデストロイガンダムなんですが、デストロイガンダムってほとんどグレーなんですよね。しかもパーツがめちゃめちゃでかい。なのでこれぐらいグレーがないと足りないだろうということで、めっちゃグレーばっかり買ってきました。ということでこの爆買い動画の次はデストロイガンダムの全塗装になります。お楽しみに。さあそして買ってきたガンプラ1個ずつ紹介したいと思いますが、まずはこちらですね。リアルグレードスカイグラスパーです。パッケージこんな感じですね。ストライクガンダム乗ってますけど、ストライクは別売りです。もちろんこれをストライクガンダムに装備させると、ソードストライカー、そしてランチャーストライカーが再現できます。相変わらずストライクかっこいいですけど、全体のパーツ数はこちらですね。こんな感じでスカイグラスパーとソードストライカー、ランチャーストライカーが入ってます。エールストライカーは入ってないですね。まあストライク好きのクラフタからしたら、これを買わないわけにはいかないということで買ってみましたが、早速開けてみましょう。オープン。はい、本体が入ってないんで意外と少ないですね。そしてリアルグレードなんでパーツが小さい。まあデカールはいつものようにリアリスティックデカールシールです。一旦出してみましょう。全体の分量としてはこんな感じです。まあ取り立てて説明する内容もないんですけどね。そして説明書はこんな感じのリアルグレード仕様。なんか飛行機物を買った感じがします。そして中身はと言いますと、白黒ですね。一部解説付き。そして皆さんご覧ください。こちらソードパックとランチャーパックをディスプレイできる専用の固定台座が付いてる。めちゃくちゃ嬉しいですよね。これもうこれはストライクガンダムと合わせて綺麗にディスプレイせざるを得ない。いや、これはいいもの買いました。では次のガンプラ行ってみましょう。続いてのガンプラはこちら。こちらもやっと買いました。ハイグレードバウです。バウはやっぱりデザインがいいですよね。このガンダムっぽい胸部パネル、側面の完成見本写真はこんな感じ。頭の形状めちゃめちゃ特徴的。ハイグレードなんですが、ご覧の通りバウアタッカー、そしてバウナッタ、分離変形がちゃんとできるんです。このキットもね、しっかり作り込めば化けると思いますね。ではこちらも開けてみましょう。オープン。ランナーはこんな感じで、まあ普通のハイグレード。袋が3枚で、外部装甲はちょっとオレンジがかったような明るい赤ですね。そして説明書はいつものハイグレード仕様ですが、めちゃめちゃペラペラですねこれ。中身は、あ、やっぱ古いキットいいですね。解説が多い。組み立て説明書は白黒ですね。そして裏面がこんな感じで全体図が載ってます。これもね、どんな感じで合体変形するのか、作ったことないんで非常に楽しみ。続きましてお次のキットはこちら、 HGUC ムーンガンダムです。以前こちらロングライフル装備型っていうやつを買ったんですけども、このムーンガンダムデザインが好きすぎてまた買ってしまいました。パッケージもいいですよね。月を背にしたムーンガンダム。パッケージ横には写真載ってますけども、こういったデザインですね。この月型のサイコプレートが特徴的。そしてムーンガンダムってやたらとディテールが細かいんですよね。サザビーのガンダム版といえる機体ですから、非常にかっこいい。この辺のリアスカートとか見ると、ほんとサザビーっぽいですよね。ということで大体内容も分かってるんですけど、一回開けてみましょう。オープン。意外とキットは小さいんでパーツも小さいんですよね。そしてご覧ください。こちらがショルダーアーマーですが、サザビーっぽいですよね。でディテールも細かい。ちなみにサイコプレートはこんな感じで、オレンジがかったレッドのクリアパーツとなってます。まああとは特段解説することもないんですけど、説明書はこんな感じ。ほら、この足の造形とかね、非常に角張ってて、各部のディテール細かいです。この機体の系譜としてはバルギル、そしてムーンガンダム、それがサザビーへとつながっていくと。
なんでね、近接武器の方もガンダムらしからぬビームサーベルではなくビームトマホークになってます。中身はこんな感じですね。まあ解説は片面白黒なんですが、このサイコプレートが全部同じような形してるんでちょっと間違いやすい。いやこれもね、いつか全塗装したいんですけどね、なかなかね。はい、次のガンプラ行きましょうか。まだまだありますよ。お次はこちら、スターダストメモリーからハイグレードガーベラテトラです。パッケージ横の機体デザイン見てみましょう。非常にジオンっぽい丸っこいデザインなんですけど、製造はアナハイムエレクトロニクスなんですよね。それを隠すためにちょっとジオンっぽい外装にしてるらしい。そしてね、バックパックのこのブースター非常に特徴的、めちゃめちゃでかいのついてます。このキットも個性の塊で非常にかっこいい。じゃあこちらのキットも開けてみましょうか。オープン。こんな感じですね。カラーリングは意外と明るめの赤なんですね。ビームサーベルはなんか短いな。そしてこの円形状の胸部アーマー、これが特徴的です。ランナーの袋は全部で2枚。おやおやおや、袋に入ってないですねこれ。まあ昔のキットはね、袋に入ってないランナーもあったりしましたんで。そしてこのランナーはブースターのランナーですね。結構でかい。ハイグレードなのにこんなとんがったものが背中についているという。そして付属ウェポンのビームライフルも非常に大きいですねこれ。このキットかなり組み立てたら迫力あるんじゃないでしょうか。最近しょっちゅう出てくるゲルグメナースですが、このビームライフルと比べても長さは同じぐらいか、太さ全然違いますけどね。そして説明書はこんな感じですね。いつものハイグレード仕様ですがペラッペラ。でも昔の方がなんかカラーが豪華な感じがする。スターダストメモリーの機体がいろいろ載ってますけど、このねサイサリスめちゃくちゃ人気あるんで、そろそろリアルグレードとかで出してもいいんじゃないでしょうか。そして裏側にも各種解説が載ってますけども、可動はね時代の割には意外とこのように動くんですね。そしてなんといってもやっぱバックパックがすごいですよね。ちゃんと2本のデカめのプロペラントタンクついてます。この辺がいい。いやこれもぜひ作ってみたいキットです。まだまだありますよ。お次のキットはこちら。こちらのキットもスターダストメモリーから HGUC ジムカスタムです。いやほんと今回の再販って祭りですよね。もうめちゃめちゃ置いてあったな。まあ、箱自体はね通常のハイグレードの大きさなんですが、パッケージ横の機体デザインを見るとこんな感じ。ジムなのに主人公機のようなかっこよさ。これにガンダムヘッドつけたらもう完璧ですよね。こちらには各種パーツが載ってますが、ポージングも意外と決まるみたいですね。ただウエストの横スイングはできないみたいです。じゃあこちらも開けてみましょう。オープン。はい、中身はこんな感じです。外装のメインカラーはちょっと青みがかった白。はい、説明書はこんな感じですが、この完成見本写真バキバキにかっこいい。ただしこれ墨入れと塗装してますからね。まあでも塗装するだけでこれだけかっこよくなるというなかなか秀逸なキット。そして中身はまあこんな感じですね。 0083 のストーリーの説明が、機体解説がちょっと載ってますけれども、ここにはね高裏機の教官であるサウス・バニングの解説も載ってます。いやしかしガンプラってほんといろんな種類ありますよね。もう一生かかっても作りきれないというのが残念ですけど、これも作ってみたいキットですが、とりあえずそっと持しておきましょう。そして続いてのキットこちらです。ポケットの中の戦争から HGUC ハイゴックです。こちらもね好きな人にはたまらないキットですけども、この特徴的なショルダーアーマー、異形のモビルスーツ。パッケージ横の完成写真はこんな感じ。ちょっとグラデーション塗装されてますね。この腕部が長いのも特徴的。そしてギミックもなかなか秀逸なんですよね。ハンドミサイルもちゃんとありますし、水中での巡航形態もちゃんと取れると。このオレンジのミサイルユニットがいいんですよね。はい、ではこちらも開けてみましょうか。中身はどんなだ。はい、めっちゃミサイルが鮮やか。そしてミサイル部分のホワイトの差し色はこのようにシールになってますね。機体カラーは鮮やかなブルー。紛れもなく水泳部の頭部をしております。ランナーの袋はご覧の通り3枚。そしてなぜか分かりませんが、説明書がちょっと小さいんですよ。すごいなんかこじんまりとした説明書なんですけど、中身はこうなってます。このフレキシブルアームの可動がどんな風になっているのかちょっと楽しみです。まあ、組み立て説明は当然白黒。これもねしっかり作ればかなりかっこいいと思うんですよね。いかにもジオンっぽい。こちらのキットもやはりそっとじと。そしてお次、やっとハイグレード最後のキットになります。こちらです。じゃん。おお、来ましたよ、ハイグレード G アーマーです。パッケージ横にはこのようにガンダムと G ファイターが載ってます。そしてこれガンダムは別売りですと書いてそうですが、両方とも入ってますちゃんと。なのでよく見ると箱が非常に分厚いんですよね。これぐらいありますから。
そして G アーマーといえばもちろんこちら分離合体機構。いやいいですね、ガンダムを完全に入れれるこの G アーマーと G ブル、G スカイ、G スカイイージーもありますね。そして忘れてはならないクラフトが一番好きな携帯、ガンダムスカイです。ディスプレイするときはこれで飾りたい。そしてこちらハイグレードにしてはこのように尾体の部分が結構リアル、キャタピラがね非常に精密に作られてます。こちらもちょっと中身を覗いてみましょう。おお、パンパンに詰まってるよ。全部出すとこんな感じですね。さすが G アーマー、ボリュームがあります。こちらのランナーは G アーマーの本体でしょうか。鮮やかな赤、そして履帯も入ってますね。この履帯はちょっとゴム素材になってるみたいです。柔らかいゴム素材のようですけど PS って書いてありますから普通に塗装できそうですね。ちゃんと専用の台座も付属してる。そしてガンダム部分がこれですね。こちらの2袋がガンダムの本体になります。なんでこのキット1個だけ買えば G アーマーのフルスペックが楽しめるということになります。そしてさすがに説明書分厚いですね。中は白黒の組み立て説明にちゃんと細かい解説も載ってます。なんかジャブローとかアーバーをアクーの印象が強いんであんまり G アーマーが活躍した時を覚えてないんですけども、それでもこの形状とかねめちゃめちゃロマンありますよね。こちらもしっかりと塗装とかしたいと思うんですが、それよりもマスターグレードの方を塗装した方がいいかもしれない。続いてはマスターグレードのキット、こちらです。じゃん、逆襲のシャアのキットですね。マスターグレードギラ動画。さすがマスターグレード、なんだかパッケージも少し豪華な気がする。そしてパッケージ横の写真ですが、おー、やっぱスタイル抜群ですよね。マスターグレードやっぱ違うな。当然内部フレームも完璧です。このようにメカがバッチリ作り込まれている。こちらコックピットの写真ですが、ちゃんと開閉ギミックがあるみたいです。デカールも付属してるみたいですね。水転写式なのか。武装もご覧のようにこだわってますよね。ミト掃除の完成写真でもうこの色分けですからね。トップコートだけでもいいかもしれない。じゃあこちらも開けてみましょうか。オープン。おお、ぎっしり詰まってますよ。ご覧ください、このフレームのメカディテールを。完璧ですね。そしてこちらにはシール類が入ってますが、どうやら3種類入ってますね。ホイールシールに通常のシールに、多分一番後ろはドライデカールですね。やっぱボリュームが全く違いますね、ハイグレードと。これは作りがいがありそう。そしてビームソードアックスのエフェクトパーツも、これはもう一見して買いのガンプラですね。ガンダムベースでも店員の方がギラ動画残りわずかですとか言ってましたから、もう急いで買いました。おお、そしてこちら動力パイプですが、どうやらゴム素材ですね。非常に柔らかくてこのようにフレキシブルに曲がります。そして説明書はこのようにマスターグレード仕様、厚みもね全然違う。さらには解説も多い。はい、細かく設定載ってますね。墨入れしてみようとか書いてありますけど、このゴム素材墨入れできるんでしょうか。動力パイプの素材は合成ゴム TPE ですね。これなんで塗装の時にはちょっと注意が必要かもしれないです。完成見本写真、重厚感ありますね。このシールドの内側にねシュトゥルムファウストを装備できるっていうのがね非常にロマンあります。これもそっと持しときたいんですけど、なんかガンプラあるあるなんですけど、一回ランナー出すとちょっと閉まんなくなるの、なんでなんでしょうね。なんかちょっと浮き出てしまう。そして次が最後のキットです。実際はこれが欲しくて買いに行ったんです。はい、マスターグレードフルアーマーガンダムバージョン過渡期サンダーボルト版です。はい、もうパッケージの絵が半端なくかっこいいですね。そして過剰なまでのこのシールド、パッケージ横の写真をご覧ください。もうバチバチにかっこいい。この火力、水力、防御力全てを兼ね備えたようなモビルスーツ。そしてフルアーマーは伊達じゃない。ご覧ください、この各ユニットの数々。さらにアーマーをパージしたノーマルのガンダム状態も再現できるんですね。これ意外とかっこいいんですよね。さらに腹部コックピットはコアファイターならぬエマージェンシーポッド。こちらがこう離脱できるように、ちゃんと分離合体できるようになってるみたいです。しかしデザインが独創的すぎる。いやー、このマスターグレードフルアーマーガンダムやっと買いましたよ。数年前まではね、いつでも買えたんで、そのうち買おうと思ってたら、いつの間にか買えなくなってしまったという、念願のキットでございます。じゃあ早速箱を開けていきましょう。オープン!はい!縦ですね。もちろんランナーはもうぎっしぎしに詰まってますね。一見しただけでわかるサンダーボルトのパーツ。やっぱり大人の漫画なんでしょうね。色味が渋すぎる。これとかね。ランナーの分量はこんな感じ。納得のボリューム。そして来ましたよ、バージョン過渡期といえばこれ、水転写式デカールが豊富。いや、マジで最高です、これは。
そしてこちらの素材、このゴム素材みたいなやつは関節部分を守るシーリングですね。この辺もサンダーボルト版のガンプラの特徴。そして説明書もこちら、このガンダムの顔がいかつめなのがまたいい。でバージョン家督といえば説明書きも豊富です。これをね読むのが本当クラフト好きなんですよ。いや素晴らしいですね。今日はこれを読みながらビールを飲みましょう。説明書も厚みあるな。そしてデカールのナンバー解説、いやこれはいい、マジでいい。こちらも一旦そっとにしますけど確実に作ると思います。ただねおそらく箱に綺麗に入らなくなってる。お、意外とうまくいきましたね。おお、綺麗に閉じれました。はい、というわけで今回はガンダムベース福岡で予想外に買いすぎてしまいました。今回購入した商品は塗料1628円、リアルグレードスカイグラスパー2750円、ハイグレードバウ1320円、ハイグレードムーンガンダム3300円、ハイグレードガーベラテトラ1980円、ハイグレードジムカスタム1430円、ハイグレードハイゴック1320円、ハイグレード G アーマー3080円、そしてマスターグレードギラ動画が5280円、マスターグレードフルアーマーガンダムサンボル版が7700円、合計で29,788円となりました。いやー買ったなー、3万円は超えませんでしたけど、これはもう爆買い認定させていただいてよろしいでしょうか。いやー物欲の赴くままにガンプラ買うって最高ですね。皆さんもぜひガンプラ爆買いしてみてはいかがでしょう。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。